こんにちは、スパコです。今回は春野菜を美味しく食べるアイテムや新商品を含めた成城石井の商品を紹介します。ではどうぞ。まずは旬の春野菜が美味しい時期なので、野菜をたくさん美味しく食べられるアイテムを紹介したいと思います。左側が SNS で大人気の千年屋のトリュフドレッシングと、右が今回新しく新商品で発売した成城石井オリジナルのトリュフドレッシングです。簡単にまとめると、千年屋のものはソースの印象が強く、より肉や魚に向いている感じの印象ですが、成城石井のものは酸味が目立っていてドレッシング感が強いので、よりサラダとの相性はいいのかなと思いました。そしてもう一つお気に入りの商品が、成城石井デシカのマリネの素です。これは我が家でおにりぴしている野菜が簡単に美味しく食べられる調味料です。成城石井自家製のマリネに限りなく近い味になるので、とても気に入っています。一般的なマリネの液のレシピは穀物酢を使うものが多いんですが、これはワインビネガーとレモン果汁を使用しているので、きつくないフルーティーな酸味があります。本当に野菜を切ってかけるだけなので、忙しい時にも重宝しています。次は成城石井自家製のダブルチョコとココアのもっちり湯種のベーグルです。次は成城石井自家製のペッパーボロニアです。セールの時に買いそびれてしまったんですが、これも美味しいです。次は PG Tips の紅茶です。コスパがいいので普段使いにぴったりです。
Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain.次はエルポソのフエテックのトルファです。これは少し前に発売されたものなんですが、発売されて初めて購入しました。次は成城石井自家製の大人気プレミアムチーズケーキアソートです。成城石井を代表する人気のチーズケーキが4種類入ったアソートです。次は成城石井の四季プロジェクトというもので、旬のものを使った新商品が出ています。成城石井自家製の瀬戸内レモンのブリオッシュロールです。そしてこちらは成城石井自家製の瀬戸内レモンウインナーです。瀬戸内レモンを皮や果汁含め丸ごと使用しているそうです。
次は成城石井自家製のフレッシュ瀬戸内レモンで作った蜂蜜ジュレの練乳プリンです。そして成城石井自家製のフレッシュレモンで作ったチーズクリーム大福です。そして最後は成城石井自家製の温めて美味しいゴーダチーズのモッチーズパンです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもいいねや温かいコメントありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。